アムトラックの P42DC 全面ライト部の改修及び全面強化工事がされる前の状態メトロノース鉄道の P32ACDM ジェネシスは GE トランスポーテーションシステムが開発した旅客用電気式ディーゼル機関車のブランド名である。1992年から2001年にかけて北アメリカの3つの旅客鉄道会社アムトラック、メトロノース鉄道、 ビア鉄道に合計321両が投入された。軽量なモノコック構造で空気抵抗を考えた流線型の車体を採用し、旧式の機関車に比べて燃費の向上が図られている。ジェネシスシリーズの初代モデルである。出力は4000馬力、最高速度は時速103がマイル。 アムトラックモノコックディーゼル103マイルバーアワーの略称から AMD-103 とも呼称される。2007年から一部車両を対象に機関出力強化工事が施行され、後継の P42DC と同じ4250馬力の出力となった。主要初言初代ジェネシスの後継モデルである。出力は4250馬力となり、 最高速度も時速110マイルに向上している。P40DC 及び P42DC はアムトラックの非電化区間のほぼ全線で用いられ、M 度 f 4 0 p a 型に代わって今日のアムトラックを代表する機関車となっている。カナダのビア鉄道では主にトロント近郊各線で用いられている。通常のディーゼル機関車の機能に加えて、 第三機情報式終電による電気機関車として走行可能な電気、ディーゼル両用車両でアムトラックとメトロノース鉄道が導入した。主電動機に交流モーターを採用し、出力は3200馬力最高速度は時速177キロメートル。ニューヨークマンハッタンの中心部にあるターミナル駅のペンシルベニア駅とグランドセントラル駅は、 地下トンネルの換気の問題から、ディーゼル列車の入線が不可能なため、非電化区間からの直通列車は、トンネル区間に入る際に、直流 650V の第3機場終電に切り替えて乗り入れる。終電靴は、天液乗り入れ用が、上面接触、グランドセントラル駅乗り入れ用が、下面接触となっている。アムトラックでは、E3 アレンエクスプレス、レイクショアリミテッド、 アディロンダック、メープルリーフの各列車で使用されており、いずれもペン駅に乗り入れる。メトロノースでは、グランドセントラル駅に乗り入れる各線で運用されている。ありがとうございます。